どうもバンです。今日はですね、こちらタイトルにもあります通り、ウェアラブルジンバルはパパチューバー向けアイテムだというねタイトルを付けさせていただきました。まずはですね、こちらの動画をご覧ください。引っ張れ引っ張れ。引っ張れ引っ張れ。引っ張れ引っ張んね。そうそう。もう復活したね。大丈夫。いかがでしたでしょうか。こちらの動画はですね、もう言うまでもなくタコ揚げの何の変哲もない動画なわけですね。でもこういう動画をですね、なかなかねパッとね撮れないっていうね実情が実はあるんですよ。どういうことかっていうとですね、まあお父ちゃんがですね、まあ、育児をしながら例えばタコ揚げをするというシチュエーションを考えてみてください。手がね2つほど足りないんですよ。例えば、タコ揚げだけをね、あ、そうそう、もとい、タコ揚げだけをね、まあやるというのであればね、まあ手2つあったらできますわ。ですけれども、子供のケアをして、で、なおかつカメラを操作して、しかもジンバル撮影をするということになってきますとですね、なんかね、手があと3つぐらい足りないんですよ。その足りない手をどうするか、これをですね、ウェアラブルジンバルで、なんとか解決しようというふうにね、まあ、持っていくことがねある程度できるんじゃないかなというふうにね思うわけなんですね。もうちょっと具体的に説明しますと、例えばタコ揚げにしろ、それからなんかこう自転車のね乗り方を教えるであるとかね、まあ、そういうねパパチューバー的なねシチュエーションがあるわけですよ。でタコ揚げの準備をする段階でですね、まあ、タコをね組み立てなければならないというようなねシチュエーションで、もう組み立てていて、でもう風とかが吹いてたらですね、もうタコはもうみるみる上がっていくんですよね。でもう自分の手でこうタコをねこう操作ある程度しなければならない。でその状況下で、いや、ちょっと待ってくれ、ジンバルをですね、今から組み立てて、でスタビライザーのねダイナミックバランスがどうとかね、あとピントがどうとか、あと音声がどうとかね、そんなことね正直やってられないんですよ。じゃあどうするか、もう例えばですね、この動画でもある通り、例えばグランドの駐車場にもう着いた段階で、このねもう具体的にはリュックサックですね、このリュックサックのこういうアタッチメント、以前にも紹介しましたけれども、こういうアタッチメントとこのウェアラブルジンバルの組み合わせでこういうふうにして、でこの状態だけだとちょっとねバランスが悪いんですよ。これ前にも紹介しましたけど、下にねなんかウエイトみたいなのがいるんで、とりあえずこう僕の場合はマンフロットのテーブルトップ三脚、ミニテーブルトップ三脚だったかな、まあ、これをまあバランスウエイト代わりに使ってるわけですね。まあでもこれはですね、例えばちょっとまあ、この辺に置いてあるとかいうこともできますし、これはこれでねすごい役に立ってます。で例えば駐車場にもう着いて、車の中でもうねリュックサックを自分も背負って、で装着してですねジンバルを、そしてもうねジンバルの電気も GoPro の電気もねもう入れて、でしかも録画回しておくんですよ。であとはもう何もしなくていい。でその状態でタコ揚げをねするわけなんですね。ただねちょっとねタコ揚げっていうシチュエーションは
今回、まあ、改めて思ったんですけど、上向き、こうね、このティルト軸の向きをね、ある程度現場でね、調整しなければならなかったです。もう何しろ被写体が上なんでね。でその操作ぐらいはね、まあ、あの子供のケアをしながらここをちょっとねグイッてやればね、ティルトが調整できますんで、まあ、そのくらいの調整であればね、まあ、できるというようなね実感がありました。でもうあのタコ揚げの遊びが終わるまでもうずっと回しっぱなしなんですよ。だからこれクリップ的にはね30分ぐらいあるクリップを後でね PC の方で編集して、で、まあ、つなぎ合わせてというようなね作業をね想定して、でいいクリップをね撮っていこうというふうにね思ってるわけなんですね。だからねジンバルのね活用方法、まあ、他にもいろいろ解決手段あると思いますよ。もっとね手軽なジンバルももしかしたらあるかもしれない。でカバンの中からねパッと取り出してというようなねスタイルを想定したジンバルありますよね。僕ももう一本持ってます。パイロットフライの C45 であるとかね。ですけれどもやっぱりねカバンから取り出して、でもうこんなことやってね、で電気入れてジンバルの電気入れてですね、で、録画ボタンを押すだけならまだしもですね、まあそれが例えば RX100M5 とかだったらですね、電源入れてでレンズがニュッと伸びて、でスタンバイ状態が解除されて、で録画スタートボタンを押してというところまでね、かなりのね機動性のねロスがあるんですね。まあ、その点をねほぼもう解消してくれるこの組み合わせのアイテム、もう一度言いますよ。 GoPro Hero 6、それからウェアラブルジンバル、それからショルダーストラップアタッチメント、そしてミニ三脚、この組み合わせでね解決できました。ほぼね、いろいろねあの細かい問題は他にもあります。例えばですね、ご覧の通りですね音がね悪いんですよ、この GoPro Hero 6。でもね悪いと言いましてもこれには理由があって、風切り音をほとんどね感じさせないような、そういうようなね録音のセッティングになっているものと思われますね。でそうは言ってもですね、例えばこれジンバルで動かす以上ジンバルのモーター音がねちょっと盛大に入ることがね、まあ、たまにあるんですよね。あとこれ前にも動画作ってて思ったんですけど、ご指摘もねいただいたんですけれども、このね GoPro の音声って本体マイクで収録した時にですね、なんかね反響音と言いますか、なんかエコーがかったようなね音になることがあるんですよね。この原因がねもうさっぱりわからないんですね。もうだから極力 GoPro のねマイクは使いづらい、なるべく使いたくないんですけど、このタコ揚げのね動画に関してはもうそのまま行きました。これには2つの理由があります。1つは、まあ、1つの解決手段としてですね、こういうねレコーダーを別途使って音声別撮りということもね考えられますよね。ところがですよ、この手の、まあ、レコーダーってねやっぱりこうピンマイクのようなね使い方を想定するわけですよ。僕の例えば解説動画をね、作るというのであればね、そういうシチュエーションもねありだと思うんですけどもね、僕そういう動画いっぱい上げてますよね。ジンバル、ウェアラブルジンバルで撮影して、で同時に音声別録でこの辺につけてですね、僕がベラ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 喋るという動画をね何本か上げてます。いや何本かどころじゃないな、いっぱい上げてるな。まあそれはさておき、でこの状況で、この状況っていうのはこのタコ揚げの状況でですね、このピンマイクを使ったらどうなるかっていうと、なんかね多分ね僕の声がねやたら大きく入るだけのようなね、そんな気がするんですね。なんか近くの音を明瞭に取るのにこのピンマイクっていうのは向いてるのかなと。で一つね、まあ、ちょっと考えてることがあって、 DJI のフレキシブルマイクっていうのをもう一本持ってるんですけども、そのマイクはもともとこう周囲の音を録音するような設計になってるようなんですね。何しろ DJ オズモっていうね、そういうような
ジンバルですね。あれはジンバル用の外部マイクなんですよ。だからそのことを考えると、タコ上げ動画、今回のタコ上げ動画の時、あ、これ自問自答だな、 DJI フレキシブルマイクを使えばよかったのかな。ちょっとね、その辺またね検証してみたいというふうに思います。っていうか、そもそも頭ごなしにこのエレコムのピンマイク、これは声を収録する、近場の声を収録するだけって決めつけてないか。もしかしたらこれでも周囲の音をまんべんなく録音することができるのかどうか、どうなんでしょうね。ちょっと僕その辺よくわからないんですけども、っていうかマイクってそもそも指向性ってあるじゃないですか。指向性が鋭いマイクだったらね、もちろんそういう、録音のね振り分けがね可能なわけなんですけど、この手のピンマイクで指向性ってあるんかな。多分ねないと思うんですよ。っていうことはどういうことだ。このエルコムのピンマイクでもこうなんとなく周囲の環境の音をね拾うことができるのか、どうなんだ。あ、一つ言えるのはモノラルのマイクだということですね。だったらこのレコーダーのマイクをつけば使えばいいじゃないか。じゃあこのせっかく小さなレコーダー、これをですね、なんとかちょっとこうウィンドジャマーをつけて、でなんとかこの辺の衣服にねこうクリップのように装着できるような工夫をすれば解決できるかもしれないですね。とまあそんなことをねいろいろ考えつつね、パパチューバーをですね今後もねやっていってみたいというふうに思っております。じゃあですね、なんでそもそもこの GoPro Hero 6に外部マイクアダプターを使わないのかというふうに思われるかもしれないですけれども、まずこの外部入力アダプターのインターフェースがやたら高いと、あとそれから先日もね一応注文してたんですけども全然届かないと、もちろん届くまで待ったりとかねして入手すればいいんですけれども、まあ一つはやっぱ高いってことかな。あとそれから動作が不安定というね、報告が多数あるというところもね一つ不安材料というところはありますよね。その点ねやっぱ一長一短なんですけれども、このソニーのアクションカム AS300 もしくは X3000 ですけれども非常に音が良い、そして外部入力のマイクもね簡単に装着できると、インターフェースなしでというね、まあ、一つこのアクションカムにメリットがあると。だったらこのソニーのアクションカムがこのウェアラブジンバルに乗らないかというふうなこともちょっと思ったんですけれども、まあちょっとねちょっとこの辺りに角材をべちゃって貼り付けて、でジンバルのここに スポッとこうねやってみようかなと思ったんですけれども、それでちょっとね、まあフル HD にはなりますけれども検討してみようかなとかね、まあそんなことをねいろいろ考えております。はい、ちょっとね最後取り留めのないね、なんやねんどういうオチやねんということになってしまいましたけれども、大変失礼いたしました。本日の動画はこの辺りで失礼いたします。ではまた、バイバイ。